三輪かすみも二度と刀を振るえなくなっても、に対するみんなの反応集。それではどうぞ。てっきりこの三輪ちゃんはあくまで覚悟として決めてるだけであって縛ってないから簡単にへし折られたと思ってた。ちゃんと縛りとして成立した上で単純な力量差でへし折られてた。刀振れなくなってもまあいっかくらいの縛りだった可能性。力の差を考えると納得俳句。ただ自分も縛りとしてちゃんと成立させてるとは思ってなかったからちょっとびっくりした。これ死ぬ気で頑張ったらマジで死んだくらいの判定だぞ。どうなってんだ縛りって。まあ前の尺魂刀も生前じゃどうあがいても構築できないし、死ぬ気本心でやればマジで死ぬんじゃない。千年生きてる剣尺と生きてせいぜい百年程度の三輪とじゃどうあがいても勝てないってだけ。やっぱ呪術における特物って思った以上に弱いな。頑丈で等級の高い呪具以外はリーチが多少伸びるくらいに捉えた方が良いかもしれん。弱い奴の縛りは無意味だな。これもし命かけても同じオチだろうし。カラスの特攻三輪の呪術師生命。ぶっちゃけ縛りとしては相当緩いと思う。三輪ちゃんが剣術にどれだけ心血を注いできたか知らんが、せいぜい5年ぐらいで持ちでも貧乏な家族を養うため、実力もメガネ巻きに手も足も出ない程度刀振れなくなったとしても、三輪ちゃんのやりたいことはできるし大した問題じゃないのよね。刀以外の武器を普通に使えるせいで縛りとしてはだいぶ弱くなってそうだよね。カラスの方は攻撃の後死ぬ縛りなのに対して、三輪の方は二度と刀を振れないっていうチンケな縛りだからな。ぶっちゃけ戦うにしてもナイフ使うとか抜け道はいくらでもありそうだから縛りとして弱すぎるんだよ。死滅回遊の時危険なのになんであんなとこにいたんだ。先代はそりゃあんな顔するわ。何もやれることねえもん。たとえ刀縛りがなくても命かけた縛りなら首落とすのは無理でも腕くらい持っていけただろうに覚悟が足りんわ。カラスくんたちのこと見習った方がええよ。死ぬ気で頑張ろうとしない伏黒はこれを危惧してたんやな。そういう判定のゆるさ。刀を振るえなくなったなら拳で戦えばいいじゃない。気迫や意気込みじゃないんか。そもそも縛りって破ってもそれでいた分の呪力がなくなるだけじゃなかったっけ？なんで金輪際刀は握れないみたいになってんだ。千年うんちくあるメロンパンが言ってたことやから三輪ちゃんや周りが知らんのとちゃう？剣尺は上層部を傀儡にしてたし数十数百年かけて情報操作しててもおかしくないしね。取り返しのつかない縛りもあるんじゃない？〇〇を制限することで呪力アップは取り返しがつく。〇〇を一生制限することで呪力アップ強力だが取り返しがつかないみたいな感じで。剣尺の言う自分との縛りが定期預金なら三輪がやったのは借金ってことか。自分史上最強の一撃を放ちます。欲しいものその代わり今後刀は使いません。支払いすでに一撃凍っちゃったから支払いやっぱりキャンセルでは無理なんじゃろ。刀震えないから今後生活できないわけじゃないし、やっぱり命をかけるに比べたら縛り弱すぎた可能性あるのかね。雑魚は命かけないとかすり傷すら与えられないという現実防がれた瞬間やっぱやーめ倒しない気真面目さがあだとなった。刀振れないって大したことじゃないよね。振れなくなったところで生きてくには問題ないし、一応中学から初めて3級ってことはず抜けた才能ってわけでもない。カラスの自死も他者からの強制もあるっていうの忘れられがち。でも多分命かけれてたら腕ぐらいは飛ばせてたよな。刀を手放す最後の瞬瞬がこれって時点でね、雑念だらけで刀に対して思い入れも歴もないのに、そんな才を捧げても程度が知れてるってことなんだろう。まあ生きてるからまだセーフ。これですぐ死んだらメカ丸が浮かばれねえ。たとえ命かける縛りでもいけて腕飛ばす程度だろうし、剣尺は反転使えるのでやっぱりノーダメですね。本スレの米にメカ丸のかきたれ程度の存在価値しかなかったって書いてあって申し訳ないがちょっと笑ってしまった。でもこいつがいなかったらメカ丸がとちって裏切る可能性も低くなってたよな。いずれ裏切るとしてもタイミング遅くなりそう。渋谷の時、剣尺側にいたかもね。大量の傀儡で補助監督を狙う方にも回れるし、
各地にミニメカ丸を置いて呪術師側の状況確認とかしたり、敵側にいたら結構厄介だったな。仮に大道レベルで刀に思い入れやら才能があったらすごい威力になりそう。大道は呪力とかなんも知らんけどだし、縛りとしてはいいんだけど、美和ちゃんを構成する要素として刀とかが小さすぎたイメージやと作中でも言われてるけど、単純に実力不足、相手がおかしいとも言う。それこそ命を懸けてたら一撃ヒットぐらいはしてたかもしれないけどね。まあ見ててくださいよ、この後メロンパンの石を継いだクソ強美和が見られますから。ガルダというハンデつけたまんま特急の99一級相当のお兄ちゃんを裁くやつが相手だから、まあしょうがない。例えば相手が放送ババアだったなら敵図を追わせることくらいできたはず。もうノリトシと一緒に海外に行った方がいいのでは。ここまで役立たずにする必要あんのかと思うぐらい役立たずでびっくりしたわ。ここ東京コロニーを遥かに凌駕すると慣れで言われたところへ刀も震えないのに向かった美和ちゃん、なん乙骨がいくらいるからと言って行っていい土地じゃなさすぎるだろ。でも新影を見れてテンション上がったおかげで渦巻き使ってくれたから、アルバイト代を死ぬまでの分全部前借りできたところで億万長者に勝てるかって話。下等ボビは互いに術式なかったら以上とガチ格闘戦できる逸材だからな。縛ったところで実力差がありすぎた。家族連れて海外に逃げたノリトシ、以下の戦力外オブ戦力外のくせにまだ残ってる理由やん。要因だから説ほんと好き。どんなペナルティが起こるかわからないのは他者間との縛りの時だっけ。とはいえ単なる呪力上げの縛りとは違うから、なんで帰ってくるかわからんし、破らないに越したことはなさそう。多分失われるのは簡易領域とかその辺じゃないかな。もしくは抜刀術の技術、代償は腕の靭帯が切れるとかじゃね。って思う後に出てきた草壁が美和と同じ縛りしてれば賢弱の腕くらい切れた説。意地地の少なに呪力を感知させない結界はマジで命かけてたことになるね。刀に人生の全てをかけてきたってキャラじゃないしな。俺が二度と将棋ができなくなってもいいから藤井さとしたに将棋で勝たせてくださいって言っても、俺の生涯の将棋歴より藤井さとしたの1日の方が運万倍も大きいだろうしな。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。